藤田愛理感謝の参戦。どうもスターダストの給湯室育ち夜間くんです。さあ今回のゲストはこちらのアイドルさんです。どうぞ。皆さんこんにちは。あなたの王冠をつかみに来ました、私たちクラウンポップですの藤田愛理です。よろしくお願いします。お願いします。藤田さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。藤田さんといえば、はい、この夜間とアイドルの記念すべき動画の第1号を担当してくれたアイドルさんでございます、はい、もうね、夜間の母みたいなもんですね、本当にね。本当ですか？あの頃にはね、全く顔のなかった夜間もね、いや、ね、顔本当に、なんか急に顔がしかも2名あるのみんな知ってるんですかね。多分知ってると思いますよ。これ、こっちとそうなんですよ、こっち。でもここがまだないからね。そうですね。これ私がやっぱ母なら描いた方がいいみたいな。じゃあそれちょっとね、後ほどやりましょうか。後ほど、はい、そう、夜間もね、ちょっとだいぶ顔が薄れてきてしまいました、ね、そうですね、今日はお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ね、その時一番最初に始まった三大要素というコンテンツがですね、はいはい、今ではもう何人やったか分かんないぐらいね、いろんな要素をもらっているという状況なんですけれども、はい、藤田さんが三大要素をやった時には、最初にお菓子というものをね、はい、挙げていたと思うんですけれども、どうですか最近のお菓子事情は。お菓子事情、調子いいですよ。調子いいですか。はい。最近のお気に入りのお菓子はございますか。そうですね、まあ最近その時にお菓子が大好きで、よく楽屋に置いてあるお菓子をたくさんもらって帰るんですってお話をしたんですけど、はい、そしたら私の好きなじゃがりこだったりとかをしっかり置いてくださる方々、スタッフさんがどんどん増えてて、結構私が行くとこのくらいのお菓子スペースがあったりとか、今日もじゃがりこも置いてあったし、グミも置いてあったし、みんなね、夜間の動画を見てくれて、そうですね、置いてくれたということなのかなと思います、はいはい、ね、そんな藤田さんは先日ソロイベントを行ったということで、はい、5月25日にね、うんうん、ソロイベント、これは、うん、愛にっこりって言います。難しいですね、12×5 ピってことでね、愛は英語の愛で、2×5 でおD で変身っていう、はい、タイトルです。どんなイベントでしたか。そうですね、私がその5月24日が誕生日なんですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。それも兼ねたイベントになってて、今回は全部セルフプロデュースしたんじゃないかなっていう、もうライブ自体のそのセットリストもそうだし、あとは衣装も自分で選んで自分で買ってみたりとか、あとは生写真とかも撮ったんですけど、それはポスターとかも作ったりしたんですけど、それも自分でプロデュースしてたりとか、あとは特典会も自分がやりたいものをやったりとか。特典会まで。特典会まで。何やられたんですか。一部では今回そのソロイベント用に撮り下ろした生写真があったので、そこにお気に入りの1枚をお客さんが選んでサインをする、宛名とサインを入れるっていう特典会で、ま、それプラスツーショットだったんですけど、2部は昔やった特典会を復刻版っていう形でやらせてもらって、復刻版おしゃべりアイタンのこそこそお話し会かっこアイタンが剥がされますっていうやつやったんですけど、もう一回言ってもらっていいですか。復刻版おしゃべりアイタンのこそこそお話し会かっこアイタンが剥がされます。はあ、はい、これはメガホンを通してファンの方、その人だけに聞こえるメッセージを耳にコショ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 ってやって、私が喋り続けてるのをスタッフさんが終わりですって私を剥がすっていう、そういう特典会です。面白そうですそうですね、結構ちょっと今後もしかしたら夜間でそういうコンテンツが見えてきたらぜひ、あ、パクったなと思っていただければと思います。はい、そんなイベントでは、うんうん、まあ、スタコミュでね、はい、藤田さんやられてるこれの天候もあったそうで、はい、ありました、生天候っていう形で。生天候、はい、アイタンの生天候って言ってみんながふーってなって、会場時に私が手書きで呼ばれたい名前を10文字以内ぐらいで書いてくださいっていう紙を配っていたんですけど、それをこう投函してもらって、ライブの時にこう一人ずつお名前を呼ぶっていう、でみんなは返事するっていう、で恥ずかしい人は返事しなくても大丈夫だよみたいな感じで、はいはいはい、もう何々さんはいとか、何々さんアイタン大好きとか、そういうのひたすらやるっていう、
ごい時間かかった。時間かかったって。でもこのスタコミュー、まあ藤田さんといえばまあスタコミューをね、うん、すごいやられていて、はい、っていうところなんですけど、テンコを始めた理由は何なんですか？そうですね、始めた理由はやっぱりファンの方の名前を覚えたいなっていうのと、あとは今日誰が来てくれてるのか把握したいなっていうのとあとはやっぱり呼ばれて嬉しいよっていう方がたくさんいたので、もうどっちにもウィンウィンじゃないかっていうことで始めましたね。そのテンコがきっかけで、はい、実際にそのスタコミュで他のグループをしていて、藤田さんの配信を見てテンコしてもらってイベントに来たって人も多いでしょ。そうですね、結構いますね。ですよね、うん、多分行きたくなると思います、うん、テンコしてもらったら、はい、これ多分他のスタプロのアイドルさん真似した方がいいですよ。いやそうですね、でもやっぱ譲れないかなそこはっていう。テンコビジネスは譲れないですねそうですねあ、なるほど。じゃあちょっとね、うんうん、他のスタプロのアイドルさんは使えないということで、はい、すいません、自分たちで見つけてください。見つけてください、すいません。さあそんな藤田さんといろいろと話を聞いてきたのですが、はい、ここで今回行う企画タイトルをキュートに発表してください。はい、藤田愛理の感謝参戦はい、クラウンポップさんはね、はい、各地で皆様に感謝を伝えるサンキューライブを開催してきたということで、はい、明日以降は藤田さんの方にですね、感謝の参戦をお送りしていきたいと思います、はい、では今日の最後はですね、カメラに向かって可愛く締めていただければと思います。はい、皆さん明日からもしっかりチェックしてください。以上、藤田愛理でした。バイバーイ。夜間帯アイドル。この番組は、愛理一生推しさん、愛しさん、ババさん、すっちゃん、大好きさんの提供でお送りしました。みんなありがとう。また次回も楽しみにしててねー。